古代北アラビア語は古代の北部及び中央アラビアの碑文によって霊称される言語で紀元前8世紀から西暦4世紀までの資料が残っている。碑文の数は4万を超えるがそのほとんどは落書きで名前しか書かれていないため言語学的な情報は断片的にとどまる。かつてはアラビア語の古代の方言と考えられていたが現在は アラビア語に近いがそれとは異なる言語であり、コアラビア語と古代北アラビア語はおそらく同時代に共存していたと考えられる。コアラビア語は話し言葉であって、6世紀以前にはほとんど書かれることはなかった。両者の最も目立つ違いとして、コアラビア語の定冠詞が現代と同様にあるマイナスであるのに対し、古代北アラビア語では H またはゼロであることが挙げられる。 今のサウジアラビア北部のタイマー、ダダン、トゥーマーなどのオアシスで話されていた。ダダンでは古代北アラビア語のうち唯一大量の記念碑的な碑文が書かれた。サファー方言は今のシリア南部からヨルダン島南部、サウジアラビア北部にかけての落書きが残る。大部分は紀元前1世紀から西暦4世紀にかけてこの地に住む遊牧民によって書かれた。 サファー方言は、オアシス北アラビア方言の打断の言葉とともに、最も十分な資料が残っている。ヒスマー方言は、今のヨルダン島南部及び、サウジアラビア北西部に広がるヒスマー砂漠の遊牧民、及び、中央、北部ヨルダンの住民の言語だった。サムードは一つのまとまった方言ではなく、オアシス北アラビアサファーヒスマーのいずれにも属さない。 方言を仮にまとめたものである。サムード B、サムード C、サムード D、南部サムードなどに、解分類されている。現在オアシス北アラビア方言に属するタイマーの、言葉はかつてサムード A、また、ヒスマー方言はサムード E とされていた。ハサー方言は、サウジアラビア東部の方言。ほとんどは、母子名で、系譜を記しているだけであるため、言語学的情報に乏しい。 文字は古代南アラビア語のサバ語の文字をわずかに修正したものを用いる。古代北アラビア語は古代北アラビア文字で記される。この文字はフェニキア文字などと同様にシーンのみを記すアブジャドであり、28文字から構成される。ただしタイマーの言語は少し異なっていたらしく、26から27文字しか使われていない。この文字は明らかに 南アラビア文字と関連するが、両者の正確な関係は明らかでない。28個ほどの死因があったと考えられており、その音化は基本的にアラビア語に近いものが考えられている。古代南アラビア語では強制音以外に3種類の視察音を区別するが、古代北アラビア語ではタイマーの言語を除いてアラビア語と同様の2種類になっていた。 母音については表記されないためにほとんど何もわからない。他のセム語と同様に三子音からなる語根を持つ。名詞は二つの性、三つの数を持つ。核については母音を表記しないために不明だが、存在した、わずかな証拠がある。アラビア語の単位音にあたるものは存在しない。定冠詞は H マイナスだったが、方言によっては定冠詞が存在しなかったかもしれない。 形容詞は就職する名詞と、性、数、訂正を一致させる。代名詞には、独立型と設備語形がある。動詞の変化については、断片的にしかわからず、大部分は三人称単数の形である。アラビア語と異なり、第二、第三語根が弱いシーンの場合も脱落しない。聖書法の制約により、アラビア語と同様の動詞派生語感を持っていたか、どうかは不明だが、 fl, fl, tf, l, p ィーと l の形が見られる。語順はダダンでは基本的にスボ型である。サファーではベソ型、またはボス型で、核を表記しないために、どちらの構文であるかは文脈によって知らなければならない。ありがとうございます。